テイラーはアメリカ合衆国ミシガン州ローアー半島のウェイン郡中央部に位置する都市である。2010年国勢調査での人口は63,131人だった。ミシガン州の都市の中では人口で第17位、全米では第543位である。町の当初はテイラー軍区と呼ばれており、群区住人が1968年5月に投票を行って、 テイラー氏の法人化を承認した。テイラー軍区は1840年代の全国的な英雄となった軍人ザカリー・テイラーにちなんだ命名であり、テイラーはその後の1849年に第12代アメリカ合衆国大統領となった。テイラー軍区は当初イコース軍の部分だった24平方マイルを分離して1847年3月16日に組織化された。 デトロイト市からは南西28マイルに位置している。テイラー市は、デトロイト川下流コミュニティのメンバーである。市内には、サウスランドショッピングセンター、ウォールサイドウィンドウズ工場、テイラースポーツプレックス、テイラーメドウズゴルフコース、レークスオブ、テイラーゴルフコース、オークウッドヘリテージ病院、ミシガン州警察メトロサウスポスト、ウェイン郡、コミュニティカレッジダンリバーキャンパスがある。 テーラーは、ハングリーハウ u ーズピザが生まれた場所である。ヘリテージ公園という大きな公園があり、野球場、サッカー場、パビリオン、グリル、ピクニックテーブル、休憩所、遊戯場、歴史的な建物、店舗、キャッチリリースの釣り堀、3分の1マイルの歩道、歩道体系、個性自然地域、公園ベンチ、ピクニック場、ペットの農園などがある。 この公園はテイラーサウスリトルリーグジュニアリーグワールドシリーズテイラーサッカークラブの本拠地になっている。プロフェッショナルアリーナサッカーリーグのデトロイト技がテイラースポーツプレックスでホームゲームを行っている。メジャーリーグベースボール選手だったスティーブ・エイベリーがここで育ちジョン・カイ・ケネリ高校を卒業した。ラッパーのキットロックのサイドキックだったジョーシーの誕生地でもある。 ジョーシーは2000年に26歳で死んだ。市内住民の多くは南部の出身者とされるので、テイラー・タッキーと呼ばれることもある。テイラー氏を、これまで、ビル・クリントン、ジョージ・ W ・ブッシュ、バラク・オバマの3人のアメリカ合衆国大統領が訪問してきた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は23.64平方マイルであり、 このうち陸地23.60平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.17%である。その他の主要、道以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。テイラー氏は他に7つの市や軍区と境を接している。サウスランドセンターの南面。 ベストバイの店舗や三角形の形状が見られるテーラーの市内にはその格好、ウェイン郡、コミュニティカレッジ地区のダウンリバーキャンパス、教会、公園、ゴルフコース、レクリエーションセンター、図書館、オークランドヘルスシステムのヘリテージ病院に加えて、商業地域と工業地域、レストラン、ショッピング街がある。サウスランドショッピングセンターは100店以上の店舗が入る地域ショッピングモールであり、 1970年に、ユーリカ道路とパーディ道路に面して開店した。機関店としては、メイシーズ、JC ペニー、ベストバイ、フォーエバー21、シューカーニバル、アルタがある。このサウスランドショッピングセンターに加えて、ウォルマートのスーパーストア、ターゲットコーポレーションのスーパーストア、マイヤーのスーパーストア、コールズ、バーリンケン、コートファクトリー、リックススポーティンググッズ、 ジョアン、ベッドバスビヨンド、ケイマート、クローガー、ザホームデポ2店などがある。2014年、以前は、ジブラルタルトレードセンターがあった、ユーリカ道路と、週刊高速道路75号線に沿った、広さ80エーカーの土地が再開発されて、メナードなど全部で7つの大型公害店が、建設される予定が公表された。マスココーポレーションの本社、 バンボーン道路2万1001テイラー市内にはマスココーポレーションの本社があり、これはミシガン州の株式公開企業として第13位の大きさである。1929年にアレックス・マヌギアンが設立して以来テイラー市に本社を置いている。テイラー教育委員会テイラー市はテイラー教育学区に入っており、高校はビーチデイリー道路沿いのハリー・エストルユーマン高校と ノースライン道路沿いのジョンカイケネディ高校の2校が入っている。その他の教育施設として次のものがある。ローマカトリックデトロイト大司教区がセントキリル小学校、セントパスカル小学校、セントアルフレッド小学校を運営していた。2000年、セントキリルとセントパスカルが合併してテーラーカトリック学校となり、その後2007年に閉校になった。大司教は セントアルフレッド小学校もゆくゆくは平行になると言っている。ありがとうございます。